チャオ、ニブだよ。今日はずっとそばにいてというそば屋さんに来ました。以前来たピヨキさんがあった場所がなんとそば屋さんになったということで、今日初めて食べに来ました。さてどんなお味なんでしょうか。今日も美味しいもの食べたぞ。Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know, really wanna know if I'll ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs.たまにこれいいんじゃない？なんか夏っぽいし、冷たい自家製ラー油肉そば。これだ。これをいただきましょう。せっかくなんで天ぷらも一つ。すいません、まいたどうも。チャオ。チャオ。ついに食べに来ました。ちょっと撮影して大丈夫ですか。どうぞ、お願いします。はい、お願いします。はい、お願いします。はい、お願いします。お待ちください。はい、どうも。はい、いただきます。そんなわけで初めて行ってきました、ずっとそばにいてというそば屋さん。でも場所は以前来たピヨ吉さんの場所にあります。そば俺大好きなんですよね。しかもさ、夏の暑い時期っていうのはこのザルそば系のそばってめちゃくちゃいいじゃないですか。で、ザルそばっていうのはどちらかというと淡白になりがちだし、または天ぷらめちゃくちゃ乗せる感じ、天そば的なそういう感じが自分は多いんですけど、今回この冷えた肉そば、そして自家製ラー油がかかってあることでめちゃくちゃ味わい深い、とっても美味しい、しかも結構辛みが強い。なんで辛いのが苦手な人にはちょっとおすすめしないですけど、私は辛いのがとても大好きなんでとても美味しかったです。そば自体にもとてもコシがあって食べやすくて、そして天ぷらもサクサクでしたね。他の天ぷらも食べてみたいです。この日ジム帰りでちょっと手震えてたんですけど、それはご愛嬌。そんなわけでね、これからもどんどんメニュー増やす予定だそうなので、私もまた改めて行ってみたいと思います。ごちそうさまでした。ぜひおすすめです。